皆さんこんにちは。レック専任講師松本光年です。本日は2018年管理業務主任者マンション管理士ハイブリッドダブル合格講座この中で今年新しく入りました通学生マ講義っていうものについてウェスポットを当ててお話説明をさせていただこうかなとこのように思っております。 お手元にパンフレットあるいはカラーのチラシ等をお持ちでしたらご準備のほどお願いをしますお持ちでない方は画像の方で確認をしていただければ結構かなと思いますこのパンフレットですね管理業務主任者マンション管理士というパンフレットになります よろそれではですね今から解説するにあたっての大きなポイントですけども一つは今言いました今までの講座に加えて新しく通学生講義っていうものが15回加わるということで導入されましたのでこの生かし方活用の仕方というものそしてもう一つはこの生講義通学講座 というのを受講していただくにあたっての心構えというかお願いといったことをお話しできればなとポイント2つしたいと思いますよろしくお願いしますそれではですけども従来ですね通信というものがメインで勉強されたりあるいはその他の資格を取られたりされた方が多いかと思います 実際に我々が勉強した当時というのも英会話を中心に通信というものがありました経験された方はお分かりのように通信というものの大きな特典ですねいつでもどこでも何度でもっていうような形で特典があったかと思います自分の学習計画に従ってお昼の休憩時間であるとか あるいは家でのゆっくりした時間であるとかっていうのを有効活用するっていう意味また会社の場所は言うまでもなくそれ以外の場所家の中であれば机の上あるいはリビングそして寝床いろんなところでお勉強できる。そしてこれかかららは季節がいいですから 例えばですね外へ出ていって公園の緑の中で勉強するあるいは桜の木の下で勉強するっていう意味で通信というものは非常に歴史があり有効な学習手段だというのは言うまでもないことです。しかしながらここで非常に大事なことがありますそれはたった一人で勉強するっていう特典マイナスですね。 たたった一人で勉強するつまり、えー、精神力といいますか自分の目標達成度というものを確たるものを持っていかなければどうしても途中で苦しくなっていく、えー、我々の時代であってもですね先ほど言いました英会話なんかが流行った時代ですけどもなかなか持続できない途中でやめたっていう方を耳にしたことが多かったです。えー、そういういところをですね どのように克服していくか、つまり持続可能性っていうものについて大きな課題であることは今も昔も変わらないと思います。そうした中で改めまして今回のマンション管理士あるいは管理業務主任者というものを従来通り勉強していただく中でプラスその臨場感を持って二人三人四人五人という 同じ志を持った人と一つの教室で同じ時間を過ごしていただくっていうのが通学の大きなポイントではないかなと思います。そういう形でね、えー、通学という生講義が今回導入されましたんでここにスポットを当てていただいたら価値があるのではないかなとこのように思っております。それではですねパンフレットの方で、えー、今回の2018年度の 管理業務主任者マンション管理士の講座のことを確認していきたいかなと思っております。お持ちの方は四ページを開いていただけたらと思います。四ページのですね上の方に一つの流れが書かれておりますが、従来のコースと言いますとこの上のですね通信というふうなこの枠の中で。 インプットといいますか実際に自分の知識あるいは学習をしていただくというのはこの合格講座というところになるかと思いますけどこの中で勉強しそれを下の一問一答形式の問題を自分なりに解きながら知識を確かめていくそしてその上でさらに答案練習会を受け この答案練習も基礎的な問題から応用的な問題へ移り最終的には総合模試を受けて自分の弱いところあるいは足りないところを確認をし本試験に臨んでいただくとこういう流れが従来の流れですで今回はこれに大きくプラスアルファされたのが今お話ししましたこの「通学」というこの講座になりますね。 でこの通学については今回タイトルとしては「ー合格3ステップゼミ」と「まあ、ゼミ」という言葉がついておりますつまりこれは、えー、一つの教室の中で和気、えー、あいあいと、えー、わからないことはすぐに質問をし答えていただけるというふうな意図を持っているんではないかなと思いますがこの内容を入れて、えー、皆さんの能力合格へ 近づいていいいてたただきたいとといううことでしょうその中で3つ3ステップですからまず基礎の力を勉強していただいてこれは基本的に優しい問題を中心に演習形式でやっていきそれをできますと今度はいよいよですねいくつかの選択肢本試験が4試択一ですからその辺のもとに実力というふうになっておりますが応用的な力実践的な問題文書自体が基礎に比べますと 当然ですね本試験レベルの独特の表現に慣れていただくというのも一つの価値になるかと思いますがそれをやっていただきますそして先ほど通信と同じように最終的にはですねもしの問題が解けるようにするために全範囲の総括編という形で自分の勉強した内容あるいは不足しているところの確認 していただくとこういうふうな123と徐々に階段を上っていき最終本試験の合格という階段に到達していただくとこういう流れになっているようです、えー、ただですねお名前としましてはタイトルにありますように「ハイブリッド」というふうになってまして、まあ、ハイブリッドといいますと日本が車社会において世界に席巻していったように、えー、2つのものを併合して。 有効に使うというふうな形で理解をしていただいたらいいと思いますが今回の場合は通信という従来のものに通学というものを加えてより自分自身の力を確かめていっていただくとともに先ほど言いましたように通信で非常に弱いところ一人で頑張っていくという苦しいところを仲間を作って勉強していただくということになるかと思いますのでこの通学っていうものをうまく使っていただきますと 当然非常にに価値ののあるものになっていそれではですねこの「通学」という内容になりますが実際には問題を一緒に解きながら分からないところは質問をしていただいて進めていこうとこういう講座の中身になっておりますので今現在作成中ということになっておりますが一つの見本としまして「レジメ」 を使ってて参考に見ていいたただけたらなと思いますでレジュメですけども一応ですね、えー、こういう形のものですねサンプルを持ってきましたのでこれを一緒に見ていただきたい一問ちょっとイメージとして聞いていただいたらどうかなと思います。えっ、ー、とここのところでにですね不動産関係であれば宅建 というような試験が一番オーソドックスだと思いますがこれを勉強された方はだいたいイメージこの表を見ればお分かりだと思いますけども再度そういう方々も含めまして確認しますとこの問題なんですがいろいろあります担保責任の問題とか代理の問題とか意思表示の問題とかいろいろありますえ、この中で最近ですねやはり マンンション管理ということにつきましては委託業務ということにもなりますので、えー、結構トラブルが隠れているという社会事情から本試験も代理というものについて出題率が高くなっておりますので、えー、今日はそこのところを一緒に見ていこうかなと思っています。えー、見ていきますすすすととでででねこここののの代理のとこですけれれどもおこれもに民法の学習をされた方はよく おこれはですね基本的にタイトルにありますように「無権代理」っていうふうな形の中でその相手方を保護するにあたってどうかって書いてますが、まあ、いきなりこんなふうに出てくると初めての人難しいかもしれませんが、えー、自分自身が本来契約の当事者となって物事を行うのが一般的なんですけどもお世の中ではですね社会の必要性から 当然いろんな方に自分の代わりにお願いをしていろんな業務のエリアを増やそうということで代理制度がありますこの中には基本は無権権ではなく権利のある代理ところがですよその権利のある代理っていうものについて果たしてその通り物事を言ってるかというと権利がなくても勝手に行動するっていうことが 過去現在そしてこれからも起こっていこうということになりますので法律においてはそういった場合いくら当事者の取引を優先したとしてもあくまでも相手方を守るということを無視することもできませんのでここの表においては相手方を守るための要件としてここに4つ挙がっておりますが実際にはこの一番下を除きまして上の3つが基本になります。再告そしして取消し 場合によっては行動した方が権利がないということであればその人に賠償請求をしていいですよっていうふうな3つの流れですねこういうふうなものが試験に結構出ることがあります。 その中でですね、えー、これもいろいろあるんですがこちらの要件をまたお勉強していただく中でですけどもお当然大きな違いはパッと見てわかると思いますけどもおいわゆるですね1行目のところ西国の場合ですすけど悪意って言葉がありますこれは法律でいうですねいい人悪い人って言うんじゃなくて、えー、事情を知らない知っているっていう観点から考えまして悪意ですから事情を知っているっていうことが別に問題にならない。 悪意でも良いと書いてますところが取り消しの場合ですけどここに善意つまりその代理権がないということを知らないということでないとこの行為はできませんこのように出てます同じく三つ目の行為ですけどもここのところも代理権がないということについて善意って書いてますということはこれ単純に見ただけで、えー、一番上の採刻というのだけがいらない っていうのはこういうところをまず基本でイメージしていただいて実際の問題ちょっと確認をしてもらうとすぐに基本問題のイメージが湧くと思いますえ実際の問題ですけどここに見ていただきますと過去の選択肢の一つですね「管」って書いてますがこれは管理業務主任者の過去問ということでしょう。でここに年数がかかっておりますがこの問題なんですけども簡単に今の表から想定されますと「 この三行目のところにですね、えー、回答するべきかどうかの採刻をするという、採刻。今の表の要件ですね。でその時なんですけども、この内容について、えー、どうなのかっていうふうに書いております。そういう問題なんですね。だから、これは、もうすぐに、先ほどの表が分かっておれば解ける、というような問題です。同じように、十四の二の三というところですけども。 これも見ていただきますと、最後の4行目のところで本件契約を取り消すことができる。ということはさっきの表で言うと取り消すための要件はその代理人であるという人が代理権がなかったということをあったとなかったということを全く事情を知らないということが前提になりますのでここに3行目に書いてますが代理権がないということを知らなかった時はっていうのを これだけ知ってればこの左の表だけで解けるという問題になりますここまではいいんですけどここまではいいんですけども実際にですね、えー、選択肢でいきますと一番最後の問題このように1から4というふうに4つ出てきてこの中で正しいものはどれか間違っているものはどれかって聞いてきます、えー、以前と違いまして最近はこの今見ていただいたこの左の表ですけどもこの表を 知識として覚えておけば通るというレベルから、えー、実際の実務的な問題へ少しひねりが入ってきているというのが現在なんでそこを考えますとそのひねりを前提にこの選択肢から読み取る力が必要になる、えー、もっとかっこよく言いますと解く力というのが必要になるというのがこの具体例の、えー、管理業務の17年の4という問題になってきます。 そういうふうに見てください。で、今日は全部読みませんけども。今の取り消しと催告というお話のところを一例で見ていきますね。そうしますとですよ。特に四番の選択肢なんですけど。これの三行目の最後に。追認するかどうかの催告をすることができないということですから。先ほどの催告の問題ということがあります。そうするとですね。単純に。一番上の問題。あるいはこの左側の表の要件を。 知っていれば4番の文章きっちり解けるんです、えー、ポイントは今の再告の問題ですからあとはその悪意とか善意の問題がどのように問題で聞いてくるかっていうのさえ読み取ればいいわけですからこの「追認するかどうかの再告」というところの一つ上の行に単純にですね登場人物は置きまして代理権がないことを B が知っていた時はできないできる知っているってうもこれは先ほど言いましたように法律上 事情っていうのは悪意っていいますから悪意善意問いませんのでこれはどうかなっていうふうに考えるこんなふうにして、えー、単純に4番だけけしか見見てておりませんが見てい,けばい,いあとですね同じような問題がいくつか出てくるんですが今日ちょっとこの時間ではお話をしておりません問題が選択肢の1とか2とかにですね 代理権の問題の応用編として例えば選択の1であれば2行目の真ん中に双方代理ができるかできないかとかですよこんなふうな話も書いてありますのでこの辺は今後の講義の中あるいは皆さんが通信のテキストの中で勉強していただけたら解けるようになるかと思います要するに選択肢のんで文章が長いんですけど何を聞いているのかっていうことが分かればいいですで実際に講義の中では 登場人物がどういう人で、その人がどのような行動をして、どんな結論になるかっていうのを追いかけていく講義をしていきますので、そういう形の中でしっかり聞いていただければ、問題文が読めるようになります。問題文が読めれば合格っていうことがもう目に見えてきますので、それを実際の通学の生講義でお話をさせていただきます。何度も言いますけど、その時に、 わからないことがあればその場で質問をしていただくということで対処はできるかと思いますいずれにしてもですね、一緒に一つの教室で同じ志の方々と学ぶことによって臨場感のある中より頭の中に記憶に残るのではないかなという計らいになっていますで余談ですけれどもお家で テキストを読んで勉強するっていうのはそれはそれで大変価値があるんですけど人の頭っていうのはところが今のようにですね考えたりあるいは臨場感がある中集中して短期でやっていくと最初はとっつきにくいですけど一旦入っていくとなかなか消えないっていうような現状もありますのでそれをこの通学の生講義で。 体験していただいて一歩一歩確実に今からですね半年今日かけて学習していただければ必ず合格という字が見えてくるのではないかなとこのように思っておりますのでぜひ頑張ってですねお勉強をしていただいたらいいかなと思いますこの講座につきましては従来の通信はすでに皆さんの方でお勉強していただくということになりますけれどもそれを前提に。 生講義に来ていいただくととうことですでは2つ目のポイントなんですけども当然この通学の講義に来ていただくにあたってのお願いというお話なんですが今言いかけましたように必ず皆さんの方では大変だと思いますが自分で学習する時間の確保マイペースにですよそれを取るということを心がけてください。これれれをしなけばば直前であればいいや っていう甘い考えでいくと必ず間に合うということにはならないむしろ間に合わないっていう方に必ずをつけたいぐらいになりますのでそこのところ次にはこの通学の講義に来ていただく範囲を必ず通信の方で自分で予習というかしっかり基礎知識として勉強してきてください。そうしないと せっかく通学の勉強したものの価値が薄くなると同時に何が分かっているのか分かっていないのかが分からないまま終わっちゃいますので非常ににもったいないなな時間になります当然通信と違ってここまで足を運んできてもらうのでその時間のロスということも考えますと通信のメリットからデメリットを引くということになりませんのでぜひともですね必ずその範囲を事前に 勉強して望んでほしいこの2点を注意というかお願いという形でしたいかなと思っております以上の2点ポイントとしてお話をさせていただきました最初に言いましたように今回の2018年度は新しく通学の講義が入るということによって通信で勉強しておった苦しい時の一人で勉強するっていうものを克服するっていうことですね2つ目はそれの 生の通学の講義を受けていただくにあたっては。その範囲を予習して、必ず望む臨場感を持って勉強していただくという心がけで来ていただくということです。あとですね、補足になりますが、通学をすることによって大きな特徴として。これも、あの、現実に大事な話なんで言っておきますと。勉強する仲間を作るっていうことによって、苦しい時の。相談相手になるっていうことだけではなく。 皆さんが合格した後で実務に就いた時の情報交換の場の一人としてあるいは同じ職場の仲間としてっていうお付き合いが長くできますこれは実務に就いた時合格後ですけども大変価値のある内容になりますのでそういう意味でも通学に来ることによって複数の仲間を作るっていうことを意識していただければ 価値はは倍増するんでなないかなとこのように思っておりますのでぜひとも通学の方も前提にこの講座を申し込み半年後の本試験を合格っていう数字を目指して頑張ってくださいなおこの講義についてはもう間もなく3月17日にスタートいたします。東京の方では渋谷 駅前のの本校の方で亀田先生そして大阪の方では梅田本校で私松本が担当いたしますのでどうぞよろしくお願い,いたしますえ今のですねマンション事情このマンション管理の制度ができて約20年近くなりますけど当然マンションの個数が増えるとともに老朽化したマンションつまりマンションの高齢化っていうのが 目に見えて顕著になってますので、えー、ぜひともこの講義を視聴していただいている方は、えー、マンション管理の資格者として社会で頑張っていただきたいと思いますありがとうございました